さん、お疲れ様です。前菜です。はい、乾杯。いただきます。あ、すごい飲みっぷり。はい、で、こちら何もかかってないので、こちらお召し上がりください。で、1個なんですけど、なんかやっぱ動画用っていうか、エアー、いいグラスに、なんか渋い言葉書いてますね。ほんまですか。ほら、読んで。おお、さっきと違う、こっちの方が渋い。なんて書いてるんですか。こんなとこ酒は2号まで。あ、俺と一緒だ。店長さん一緒ですか。一緒一緒。さっきね、酒と女は2号までって書いてあった。姫線からわざわざありがとうございます。姫路セントラルパークからありがとうございます。あれ、ちょっと鉄道さんのこれ、レモンサワーすごい。酒は人類の友って書いてる。あー、分かってるね、分かってるね。はい、はい、じゃあお疲れ様です。サファリパークさん、はい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 。あ、閉まってる。ちょっと裏の方に口ハッチ開いてましたよ。タバコを吸えるとか。はい、2軒目お疲れ様です。タバコが吸えます。うまい、口ハッチョ。外調は本気出した時の外調はもう販売が揃ったら、でも揃ったもんね、一回ね。やっぱ東京っぽい感じの、なんかこう、街灯みたいな置いてあって、川沿いでした。口八丁で。安倍の店でね。はい。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。明る。また明日よろしくお願いします。誰にやったいたん。おひげ様です。おひげ様。おはようございます。ただのあれです。ただのあれ。あいちゃん、ありがとう。もう行く。あ、すいません、ありがとうございます。オフ会始まる前の謎のステッカー交換。あ、ステッカー？これあれちょっとな。ババ。前普通のステッカーあげたやろ。え、外？普通のステッカー。え、なんかあるんすか？なんかっていうか、なんか艶消しっていうのも。ああ、艶消し。なんかこういうタイプもあるから。前普通のやつあげたやろ。じゃあ。どっちでもいい。プライベートでも。なんか誰かにあげてるんですね。誰かにあげてる。あゆみさんがくださいって言った。あ、そう。みんな、どうぞ普通のステッカーがくださいって。みんなヒゲちゃんの前からしか頭知らんやろうけど、後ろどんなになってんか。枚数が持ってきてたらねっていう話ですか。分かんない、後ろ。誰かな、あの飾りついてるやつ。どれやろう。赤いやつ。あ、赤いやつ、うん、ぽいね。あ、ほんまや、あれや。で、楽しみ、ワクワクしてきましたね。電車好き。俺たち電車好きやから、きっと。こんなとこ入れるのってめったにないですもんね。僕らの電車が来ました。すごい、手塚山音楽祭やって。あ、こういうのあれ、行けるやつ。はい、すごい。これに乗ります。あ、すいません、よろしくお願いします。どっちから乗ったらいいですか。お願いします。渋。こちらと前通りはこちらからでも結構ですので。ありがとうございます。この通路から、はい、お上がりいただいたら、はい、お邪魔します。で、9時10分ぐらいだったらクーラー入れます。それまでちょっとはい、どうぞ。バンザー、この辺の
この辺のやつはじゃあ、エムさんにお任せするよ。はい。いらっしゃい。ミニオン。あれですよ、ただ。ちょっとだけ撮って、詳しいのはエムズさんとかの見てね、みたいな。大阪やから、やっぱりたこ焼き味のうまい棒、30本。もう飲みたくなってきたね、こんなん見てたら。ビールもセット完了です。何やってんすか、はい、何やってんすか、ヒゲちゃん、営業活動、まあ、ちょっと拝見させてもらって、今日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。マッシュ OK です。お越しだよ。どっから見ても。お越しだよ。おはようございます。おはようございます。トッシーさん。トッシーさん、ほな。ほな。私、鎌田運転士樋口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、まもなく出発をいたしますので、どうぞお楽しみください。ありがとうございます。皆さん、どうも、おはようございます。おはようございます。もっと声張っていこうと思って。おはようございます。こんにちは。こんにちは。あれ声が聞こえないな。こんにちは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 。ありがとうございます。今日は、イベントと、イベント、集まっていただきまして、ありがとうございます。今からちょっとね、浜寺の方まで行きますけども、皆さん楽しみに、いただけたらなと思いますが、ちょっと注意事項が、ありますけど、まあ、車内禁煙ということでお願いします。で、ね、お酒ちょっと入りますし、皆さんちょっと節度ある感じでまた楽しく、会を過ごしていただけたらいいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと僕喉の調子悪いんでさっき飲ませてもらいます。いつものいつものちょっと楽しんで皆さん喋れたらいいと思ってます。乾杯。はい、皆さんお疲れ様です。今日は路面電車で合同腐会、ヒゲちゃん、エムズさん、それからあとはイサムちゃん、それからあとコンチュブさんね、合同の腐会をやるということなんでね、本当は参加したかったんですが、まあ、ちょっとね、なかなか都合がつかなくていけなくて本当に申し訳ないです。で、関東からも何人かね、行ってらっしゃるということなんでね、ぜひね、皆さん楽しんできてください。くれぐれも飲みすぎて気がついたら電車の車庫の中にいたとかね、そういうことないんで、ちゃんと終点で降りてね、あれしてくださいね。じゃあ今日一日楽しんでください。それでは皆さんお疲れ様です。あー、お茶うま、お茶うま、お茶うまお茶、お茶美味しい、お茶美味しい、それ炭酸のお茶やろ。どうしたらいいの。お弁当、お菓子とありますけど、おつまんでいただいて結構です。はい、飲んで食って股間断していただいたらと思います。あ、すごい、うまそう。はい、何
やってんすか、トッシーさん。お父さん、お父さんとして。これ、ババシさん、ツイッター大丈夫ですか。はい、ヒゲちゃん、うまいですか。おいしい。おいしい。食べてないけど、食べてないけど、おいしい。これ配信中？配信中でーす。注文だよー。配信中でーす。注文だよー。どっから見ても注文だよー。体だよ。めっちゃに投げてくれろやん。どっから見ても。あ？全然プラカンは。めっちゃ気になるから。不安定すぎてやばい。画面見てみよう。めっちゃ飛んできてんねん、現地だ。誰か聞いてる。みんな誰配信やってんの。配信やっとってよ。配信やってんの今ここで見てるやん。誰か聞いてる、見てるでよ。いやすごい、ね、ほんまにやめてよ。めっちゃお茶箱投げられてるけど。めっちゃ恥ずかしい。チョコレートどんな溶けてくんねん。誰とか言うなや。仕込んどいたらやめちゃいちゃすな。やだゴッキーダンスやってよ。ガッキーガッキー。お茶箱来たね。投げ銭持ってきたね。投げ銭、お茶箱ありがとうございます。おー、1500円や。すごい。どっから見ても地毛だよ。ありがとうございます。動画回してへんや。今だ、4500円。すごい、4500円やって。え、聞いたっていうことはまだくれるっていうこと。小銭に。ババシさん、あと1500円集めたら今日タダやで。お前タダや。今日の文化コラーだ。1500円。まで出てる。何教えてくれるんですか。会社さん。言いますよ。カメラで当たった。トラック入れてみましょうか。できました。できました。よかった。よかった。いい役で。お待たせしました。電車発車いたします。ごめん、取れてなかった。もう一回お願いします。ないで。ないで。ないで。最後は我らがヒゲちゃん中野さんに挨拶してもらいたいと思います。どうぞ。日本大中野さん、ただいまご紹介に預かりました中野でございます。本日は中野でさせていただきます。ということで、私からはね、それ喋ることもないんですけど、私のね大先輩である、
料理研究家からね、ちょっと一言いただきたいなと思います。何ですかね、何ですかね。アドリブに弱い、アドリブに弱いんでね。ということで本当は今日ね、おっさん4人がね集まって、みんな何してるんですか、こんなところに来て。本当ありがとうございます、ほんま。まあ時間もねあれなんですけど、まあゆっくり、この後も運んでください。もう一回、もう一回、もう一回乾杯。はい、最後の乾杯。乾杯。ありがとうございます。みんな乾杯して。これ勝ちたかっただけよ。ここでみんなでこうやって。乾杯。乾杯よ。さあみんな。はい、みんなで。さあ皆さん、ね、歩行者の方を譲るときはどういうポーズ？どういうポーズ？さあ、3、2、1、どうぞ。助けていただきました。せいさんどうぞ。せいさん、もうすぐ1000人に向けてるよ。せいさん、宣伝行こう。宣伝行こう。行こう、せいさん。白いの乗らね。あ、せいさん、白いの。あ、どうも、はじめまして。あくまで迷子もちょっと緊張するんですけど、今まで画面上で見れた人にこうやって会いまして、嬉しいです。コロナ禍の YouTuber の方さん、清掃師、エムズさん、イケチャンマン、コンチモーさん、三河瀬さん、コスユーカヨさん、イサムちゃん、以上ですね。言いました。初心が言いました。中の先輩ばっかりなんですけども、お相手していただきありがとうございます。これではこれにて失礼いたします。今日もまだまだ日は半分しか終わってませんけども、噛んだことない。で、この度も、なんか歌うまいらしい。何やこの無茶ぶり。言うてない。無茶ぶり大事だよ。カラオケ行ったら歌う。締めの挨拶は。今とか。せいじさん、中川家の練習してるんちゃいましたっけ。押してないですよ。どうして。カリオンしてやろう。カリオン、カリオン、カリオン。喋られへん。いや、おかけください、俺。まだ来てるからな。アホだな。日本行きますよ。日本行きますか。1本ですか。え、軽い。パスさんの挨拶もみんな待ってます。なんか歌ってみたい。どっから見てもババシだよ。なんでここまで拍手を送るの。いただきました。もう一回かよ。もう一回かよ。みんなカメラ、全員カメラ向けてやる。どっから見てもバカだよ。伝統芸能。いや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 、いいねいいね。スタートしろよ。行きます。
ね、あのあっちのやつ知らんけどや、知らんけどな、トッシーズ屋根の手前ぐらいまで行ってる、あれ屋根の手前ぐらいまで行ってる、あんま奥まで行ったらあかんの、ああ、貸し切り専用や、ここまでやろうかな、多分ここまで、トッシーさんここまでみたいです、すごい、こんなとこ普段入られへんから、ちょっと興奮、すげえ、あの、コーラーついておりますね、茶色やん、夏場ちょっとやつ、なんでやろ、うんこやそういうこと、うんこやだから、うんこやなんでやろ、あの電車はクーラーついてないらしい、クーラーついてないらしい、だから夏はうんこ、うんきゅうらしい、あれやろ、よろしくお願いします、なんかめっちゃ宣伝してるやん、めっちゃステッカーもらいに行く、ステッカーが飛び交って、皆さん、お疲れ様でございます、あと残り、20分ほどとなっております、で、まあ、最後に、最後にというか、もう一回乾杯をしたいと思いますんで、馬場さん、よろしくお願いします、ありがとうございます。ビール、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 乾杯するのこれみんな、するするもちろんもちろん、みんなすんの、7度目ぐらいの乾杯しましょう、では皆さん両手を父に、父に乾杯、乾杯、サイン入れるように書いとこう、あー入れへん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、みんな順番に、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、3文字目知ってんの、3文字目知らんで、1本締めちゃう、1本締め、1本締めで行きましょうか、1人甘いと話聞いてないと思うので、何締めがいい、1本締めで行きましょうか、スタイル忙しそうやな、スタイル、スタイル忙しそうやな、スタイル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 、最後に一本締めで終わりたいと思います、ではあのその温度トッシーさんに、はい、皆さんお疲れ様でした、あの音楽入れるから、音で言います、後ろの
営業電車のお客様が降りられてから扉を開かせていただきます。もうしばらくお待ちください。僕ら集めます。もうそのままあの降りてもらって、で、あの次のとこ分かってる人は1時30分からあの二次会始まりますんで、はい、30分から皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。ありがとうございます。二次会参加されるカブさんもまた引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すいません。はい、缶ですね。変わり映えのあるやつあったね。すいません、鎌田さん、ありがとうございました。ステッカーもいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。運転手さん、ありがとうございました。すごい楽しかったです。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また YouTube 見てください。はい、また見ます。はい、また見ます。帰ってった。エーストや。よかったね。ほんまに全然ラーマンは有名人いてるんかなぐらい。そうそう、見られてます。誰サインもらいますよ。高橋誠二さんサインもらいますよ。見てるでしょ、サインしてるとこ見てる。誰かは芸能人見てるちょっと芸能人っぽいもんね。ちょっとミュージシャンっぽいよね。なんでそんななんか手慣れてるんですか。いや、手慣れてる。もう立ち方がもう立ち方ミュージシャンやもんね。写真はご遠慮ください。写真の方はちょっとご遠慮ください。なんで怒んねん。順番にやから嘘やけど熱演全さん熱演じゃないSP 誰も守ってくれへんかったよ。ありがとうございます。誠二さん、いただきます。いただいた。まだこんなにありますよ。車検ですね。車検も。あ、ほな。ほな言ってください。ほな。トシさん帰ります。ほな。ほら。お疲れ様です。たぶんあの上行ったぐらい多分言うで。そうやね、知らんけど絶対知らんけど。もういいぞ。いいじゃん。で、言わへんって見せかけて一回言って書いてある。絶対言う。絶対言うな。ほな言うな。